1988年の世界スポーツプロトタイプカー選手権は FIA スポーツカー世界選手権の36年目のシーズン。シリーズは FIA 規定のグループ C 及び C2 車両とイムスサ規定の GTP、GTX、GTO、G2 車両によって争われる。1988年3月6日にスペインのヘレスで開幕し11月20日に オーストラリアのサンダウンパークで閉幕するまで全11戦で争われた。マーティン・ブランドルがプロトタイプのドライバーズタイトルゴードン・スパイスとレーベルムが FIA カップ及びグループ C2 のドライバーズタイトルシルク・カット・ジャガーがプロトタイプのチームタイトルスパイス・エンジニアリングが FIA カップ及びグループ C2 のチームタイトルを獲得した。ジャガーは XJR9 で チームタイトルを獲得した。ザウバー・メルセデスはチームランキング2位となった。1位から10位まで以下のポイントが与えられた。10位以内に入賞したグループ C にドライバーには以下のボーナスポイントが与えられた。その他、レースでは C1、C2 が混走したが、FIA カップのポイントはグループ C に車両のみに与えられた。ABCDEFGHIJ シーズナルサーベイ。 オートスポート、ジャニュアリー1988ページ 38ABCDEF1988 スポーツ、プロトタイプチャンピオンシップ、w w w d l g s p e d f r e a k s o r g r e t r i e v e d q m a y 2 0 1 2ありがとうございます。